日本百名城に数えられる丹波篠山市の篠山城大書院で、指名が変わってから初となる結婚式が行われました。父親に手を引かれ入場する新婦の奈々さん。今日、丹波篠山市出身の新婦奈々さんと市内で勤務する新郎の吉田悟さん夫婦が、日本百名城に数えられる丹波篠山市の篠山城跡にある大書院で挙式しました。大書院の結婚式は7年前から行われていますが、今日の挙式は令和になってから、そして市の名称が丹波篠山市になってから初の結婚式となりました。大書院という特別な場所がこの篠山の町にはあるので、使用させていただけるということであれば、もうこれ以上いい場所はないかなと思いました。